いよいよカタール戦。ここからは負けたら終わりになるわね。実はその辺については。まあ、それはこの後で。今回はカタール戦についてやるのでぜひ最後まで見て、決戦に備えていってくれよな。まず、カタールが難敵と言われてるから難敵なんだろうなぁとは思ってるんだけど、具体的にどうヤバい相手なのか実は知らなかったり。ではカタールがどう難敵なのかから見ていこう。なぜカタールは難敵なのか？フル代表経験者や給料十分など、様々な理由も。決して勝てない相手ではない U23 アジア杯。U23 日本代表は4月25日、カタールドーハで開催されている U23 アジアカップの準々決勝で U23 カタール代表と対戦する。日本にとって正念場となる一戦。今年7月に開幕するパリ五輪の出場権は、今大会の上位3カ国に与えられるため、準々決勝で負けでもしたら、その夢はついえることに。ここで勝利さえすれば、仮に準決勝で負け、3位決定戦にも敗れて4位になったとしても、U23 ギニア代表アフリカ予選の4位のチームとの大陸間プレイオフに勝てば出場権を獲得できる。準々決勝での勝利は絶対条件だ。あ、そうか。マリサが冒頭で言ってた理由わかったかも。負けたら終わりってのは実はこの準々決勝だけとも言えるんだよな。今回の最大の目的はパリオリンピック出場権獲得すること。おまけで優勝もできれば。って感じだから、最低でも4位以内に入ればいい。だから準決勝まで勝ち上がれば、この大会では負けたら終わりにはならない。準決勝で負けても3位決定戦があり、さらにそこで負けてもプレイオフがある。準決勝まで勝ち進めばだいぶ気持ち的には楽になるのね。だからこそ、準々決勝の対戦相手がめちゃくちゃ大事だったわけだな。ここは負けたら即終了だから。そこでカタールかインドネシアの2択でカタールとなってしまった。まあ、続き行こうぜ。日本は U23 アジア杯のグループステージで、中国との初戦に1-0、続く UAE 戦は2-0で快勝。第3節の韓国戦には0-1で敗れ、B 組2位で決勝トーナメント進出を決めた。準々決勝の相手は、グループ A で首位通過した開催国のカタールだ。グループステージを無敗2勝1分けで勝ち抜いた好調のカタールは、A 代表を経験しているメンバーを多く揃える難敵。中でもジャッセム・ガベルは、フル代表で中盤の定位置を確保しているなど、自信を胸に今大会に臨んでいる。また、連勝で迎えた最終節のオーストラリア戦0-0では、ガベルや中盤の主軸であるモスタファ・タレクなど、多くの主力選手を休ませ、ターンオーバーを実施した。オーストラリアは最終戦これだけカタールがターンオーバーしても勝てなかったのね。オーストラリアは今大会散々だったな。さらに、オーストラリア戦から準々決勝は中3日。中2日の日本よりも1日多く、休養も十分に取れているはずで、万全の状態で大岩ジャパンに挑んでくるだろう。日程面は毎回話題になるわね。むしろそれでやることが明確になってプラスになることもあるけど、基本的には後半運動量落ちるのは日本になりそう。その辺はぶっちゃけグループステージを見てもわかるように、決定力不足などあるし、さっさと点取らないと日本は詰むだろうな。最初からやることは明確だと思う。日程面で体力が不利だから温存しながら。とかやったら韓国戦コースになりそう。開催国だけあって、会場には多くのサポーターが駆けつけてチームを後押ししそうで、カタールが難敵である理由は、前述した様々な要因がある。一番は開催国であるという点だろうな。記事ではここまでが理由になってるが、この後もう一つの大きな理由についてやるよ。開催国っていろんな面で有利だものね。ただ、決して勝てない相手ではない。日本もグループステージを勝ち抜き、1試合ごとに課題と収穫に向き合いながら成長し、結束力を高めてきた。今こそ、その成果を示す時だ。そりゃそうだろうな。インドネシアとカタールどっちがいい？ってなった時にハズレを引いただけで、勝てないわけではない。どことやってもきつい。勝てばいいだけ。シンプルね。そして次はカタールのアルライアン所属の谷口のコメントだ。カタールって結局よくわからない。これに尽きるのよね。実際にプレイしてる選手の声はかなり貴重。取材日の観客数は1489人。アラビアンな応援歌こそ歌うものの、日本の応援席、いわゆるゴール裏という概念はなく、バックスタンドに両チームのサポーターが並ぶ。入場ゲート付近では、印刷された謎の A4 用紙が無料チケットとして配られており、その名もフリーチケット。なんとも緩い空気感で観客が出入りしていた。すごい国ですよねと谷口は苦笑いしつつ、スタイルも、人間性も、サッカーに出ているなと。新しい経験となって力にはなっていると思うので、引き出しは増えているかなと近況紹介した。謎の A4 用紙、マジでお国柄が出てるな。サッカー自体もまた異文化だった。リーグ2位と上位のアルライアンですら、5バックの中央に構える谷口が幾度となくラインアップを要求しても、右のストッパーは1、2メートルほど遅れるという。カバーの意識も薄い。ただ、前線には速い選手や強い選手が折り一発に備えて気は抜けない。ここら辺がカタールがよくわからない。と感じる理由なのかもね。強いんだかそうでもないんだかよくわからないというか、ハマればめちゃくちゃ強いんだよな。最近の感じだと強いのは間違いないけど、問題点もあるということね。この能力が、より要求される環境。
取材したカタール SC 戦においては、谷口が全ての攻撃を防いでいると言っても過言ではないほどの存在感を示していた。毎回、あんな感じなんですよ。周りにも、ぶっちゃけあんまり期待はしてないですし笑い。とりあえず自分で頑張らないとというところは、日本の時とはちょっと違うかな。子が育まれやすい環境に身を置く選手たちが8割以上を占めるチーム。地元の声援もあって厄介な難敵になりそうだ。この子ってやつが日本が苦手な部分よね。ワールドカップのようにさっぱりな時もあるし、チームとして強いというよりはこの強さという感じか。霊夢が言うように日本が苦手なタイプではある。カタールってなんか内弁系よね。アジアでは強いけどそれ以外ではいまいち。日本が苦手なタイプではあるけど、放り込みされるよりは全然いいでしょ。放り込みの定義にもよるけどな。この力というのはトップの強さも含まれるだろうし。そして次は現地は日本代表をどう報じてるのか。カタールシアルワタンはコンピューターアルアナビカタール代表の愛称のオリンピックへの道と題した記事で、U23 日本代表に警戒感を示した。アルワタンはアルアナビがオリンピックの夢を達成するための道のりにおいて、日本産のコンピューターは最も顕著な障害となるだろうと、U23日本代表をライバル視している。いつも思うけど、中東ってあるばかりでどのあるだか混乱してくる。チーム名なんか全部あるだからな。マジでどのあるだかわからん。でも良くも悪くもコンピューターって表現は日本の特徴を捉えてると思う。コンピューターのように正確ではあるけど、融通が効かないみたいな。まあ、皮肉は込めてないだろうけど。悪い部分でコンピューターみたいにならないで、いい部分でコンピューターになってほしいわね。そしてカタールが厄介な理由の最後を見ていこう。A 組を2勝1分けで首位通過した開催国カタールには、判定をめぐって疑惑の声が上がっている。初戦インドネシア戦では相手が2人退場。前半終了間際の PK 獲得シーンについて、会場ではあんなのがファウル？おかしい。試合がぶっ壊れたと怒るメディアもいた。続くヨルダン戦では、後半に押し込まれていた中、試合終了間際のフリーキックから決勝点が生まれた。その競り合いの中で相手をなぎ倒すようなシーンがあったものの、ヨルダンの猛攻撃は実らず、得点が認められていた。また、賛否は分かれているが、今年2月の A 代表アジア杯決勝で地元カタールがヨルダンに3-1で2連覇した際も、全得点が PK で物議を醸した。中東勢で毎回話題になる審判団の問題ね。確かにこれも難敵だわ。ってことでカタール対日本を裁く審判団が決定したのでご覧ください。日本対カタール戦はシリア人のハンナ・ハッタブ主審が担当することが決まった。中東勢の試合を中東の主審が担当する。最高ですね。副審は同じくシリア出身のモハマド・カザズ氏。ふざけんなー。ってことで気分よくスタメン予想いこうぜ。最悪な気分ですよ。まず GK は国母レオ・ブライアン。第1戦、そして第2戦で先発した新守護神が2試合ぶりにゴールを守る。韓国戦では野沢大志ブランドンが先発を務めたものの、PK 戦の可能性もあったことも考慮されたはず。決勝トーナメントでの PK 戦に備え情報戦が始まっていた証でもある。国母自身、23日の練習後に開催国の相手を倒して優勝する最高のシチュエーションなのかなと思うので、楽しんでやっていきたいと話して闘争心を強めている。今大会抜群の安定感を見せてるし、安心して任せられるな。やっぱりキーパーって大事なんだな。そう感じさせるグループステージだったわ。最終ラインは右サイドバックに関根弘樹、中央が木村誠二と高井光太のコンビ、左サイドバックが大畑歩夢か。両サイドバックは韓国戦からの中2日という日程を考えれば、中5日で迎える関根と大畑を起用するか。特に関根は中国戦と UAE 戦でポジティブなプレーを見せており、最終ラインの安定と右サイドの崩しに大きく貢献してくれそうだ。韓国戦ではストロングポイントの右サイドが機能不全になっていたし、やっぱり関根が必要だな。あのサッカーなら誰が出ても機能不全になっていたと思うけど、まあまあ。今大会の招集メンバーで本職センターバックは4人いるが、西尾優也がこの準々決勝まで出場停止。センターバックにおいてはここまでの実質4試合を3人で守ってきた。ローテーション的に考えれば高井と木村の可能性が高い。高井は高さを生かして相手のボールを跳ね返し続け、最後の粘り強さでもチームに多くのものをもたらしている。この一戦でも、大いに期待できそう。やっぱりやられるとすれば高さだよな。もう全世代共通だ。そうね。高さとフィジカル。セットプレイは極力与えたくない。中盤中央は松木玖生、藤田ジョエルチマ、山本リヒトの3人が濃厚だ。右サイドには山田風紀、左サイドには佐藤ケインが入るか。ただし、左は中2日ではあるものの平川優の可能性もある。中盤の中央はめちゃくちゃ大事だな。韓国戦でも痛感した。ワントップも含めた中央はもう完全な機能不全でサイドに逃げてワンパターンクロス連発になってたからね。中央の構成は重要だわ。あとは佐藤なー。今大会は決定力不足はもちろんのこと、判断の悪さが目立ってる。いい選手であるのは間違いないし、突破力もあるんだが。それなら平川の方がいい気がするのよね。今回右サイドに山田を置くならなおさら、両サイドがかなり脅威になるよな。個人的には平川推しだがどうなるか。
後半入ってきても平川は脅威になるし。佐藤は、試合を翌日に控えた24か、正直、今まで10番としての仕事も何も果たせてないと思うので、そういう意味でも自分は明日の試合がラストチャンスと思っている。日本の代表として誇りを持って戦いたいと強い気持ちを見せている。こういうの聞くと応援したくなるけど、本当に口だけじゃなくてプレイで見せてほしいわね。松木玖生も同様で、絶対に勝つという気持ちで試合に挑むことを明かしており、山本リストは同じ方向性を見るために、チームメイトに呼びかけたという。山田風紀は今大会2試合に出場して得点に絡むなど絶好調にある。さらにその左足から放たれるキックの精度とアイデアは日本の武器で、セットプレイにも期待がかかる。山田風自身、セットプレイは自分の調子を上げてくれるものと語るほどで、韓国戦とは逆の一発もあり得る。この世代の日本代表は珍しくセットプレイに期待感があるよな。そうなのよね。特に山田は J リーグでも直接決めてるし、期待しかない。センターフォワードは細山岡。この U23 アジアカップ、そして、そこに至る国内での2試合において最前線の選手が決めたゴールはゼロ。細山を、藤尾翔太、内野幸太郎が送り出される中で無音が続いている。ここでもワントップ問題だ。日本代表共通の悩みですよ。個人的には得点こそないものの、藤尾ワントップが現状ベストだと思う。細谷は深刻なスランプで、決定力不足どころかそれ以外でもあまりにもひどすぎる。細谷も動き自体は良くなってきてるんだけど、あまりにも。それなら藤尾の方がチームを活かせていいと思うんだけどな。細谷がスタメンだったら、こうやってボロクソ言ってた私たちを見返すプレイをしてほしいわね。だな。誰が出てもとにかく勝ってくれればいい。この11人を予想した一方で、この試合で重要な要素となるのが冷静な戦いをできるかだ。カタールのここまでの試合を見て審判の笛を意識する選手もいれば、日本がここまで戦った3試合を振り返ってのフラストレーションを口にする選手もいる。大畑歩夢が本当に冷静にやらないといけないと話せば、関根弘樹も UAE 戦は僕も試合に出て本当にストレスが溜まるのは正直感じたので、でもそこでイライラしても判定は変わらないですし、そういうところは本当に落ち着いて、文句も言わせないような得点を取れば、ゴールはしっかり認められると得。UAE 戦については見てた人たちの方がイライラしてたと思うけどね。UAE 戦は判定以前にただただ決定力不足なだけだったからな。このアウェイの影響って経験が浅ければ浅いほど大きいのよね。悪い意味での若さで雰囲気にいかに飲まれないか。これはすごく重要ね。これまでも結構そういうシーン見てきたからな。若いとマジで雰囲気に飲まれやすい。でも中国戦の終盤とかを見るとベテランの風格漂う試合運びしてたりするし、やってくれると信じてる。今大会一番厳しい試合が予想されるけど、全力で応援して勝利を目指しましょう。本日は結果次第にはなるけど、カタール対日本、韓国対インドネシアをリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。今のうちにチャンネル登録して待っててくれよな。高評価ついでに今回の件や予想などコメ欄で聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。